こと、欧州勝則は、旧、ブルガリア人民共和国ベリコタルノボ州ベリコタルノボ、市出身で、佐渡が学部屋所属の元大相撲力士。本名は、安藤カロヤン。ブルガリア国籍時代の本名は、カロヤンステファノフ、マハリアノフ、愛称はカロヤン。身長202センチメートル、体重155キログラム、握力120キログラム、血液型は、大型。 特異種は右四つより上手投げ。最高位は東大関。現在は年寄り15代ナルトとしてナルト部屋の師匠を務めている。二人兄弟の次男で4人家族。レスリング経験者で欧州ジュニアチャンピオンの実績も持つ。レスリングを始める前はサッカーのストライカーを夢見たこともあったが大きい体格のせいでゴールキーパーしかやらせてもらえなかったという。 大きな体は家計のようであり、自身を含めて実家の家族4人の体重の合計が4 0 0ラムを超えたこともあった。少年時代には父からもレスリングの基礎の手ほどきを受けた。当初はオリンピックを目指すが、レスリング競技において無差別級が廃止となったこともあって、レスリングの道を断念した。 レスリングの練習の一環として行ったことが、相撲との出会いとなっており、当時1 3 0ラムであった自身が大学内の相撲大会で小柄な相手に負けた、悔しさが相撲に打ち込んだきっかけとなった。2001年にドイツ相撲選手権大会優勝、ヨーロッパ相撲選手権大会個人3位、団体優勝などの成績を残す、ドイツ大会の会場で、 佐渡が学親方のドイツ在住の知人で実業家の中本にスカウトされ来日。翌2002年秋に佐渡が学部屋に入門する。四行名はヨーロッパ出身であることに由来し、下の名前の勝則は師匠の現役時代の四行名であることざくらけつ進の名前の読みの一部と本名鎌谷敏夫から一文字ずつ取った。師匠の佐渡が学は 平年前、横綱昇進の際には、自身の現役目から桜を譲り、琴桜州への解明を考え、土俵入りの方も決めていたが、後に解明については撤回した。2002年11月場所に、初土俵を踏んだ。佐渡が学部屋周辺の松戸市の田舎のような風景には、当初、大都会を想像していた琴桜州は面暗い、上位力士が済ませるまで風呂やちゃん子を待つ大相撲の、 しきたりには、これが、プロスポーツの団体なのか、と驚愕した。当時は新弟子が食べる順番の時までちゃんこのおかずが、残っているかどうかも日によってもちまちでちゃんこ鍋の中身までない日もあり、そんな中で、冷たい白米を食べるのは古藤州にとって、苦痛であった。レスリング代表の合宿の際に、医師、トレーナー、栄養士が、チームに帯同して、コーチが、 練習内容を組み立ててくれたことを思えば、古藤欧州にとって当時の力士養成員の扱いはいつまで経っても我慢できる代物ではなかったため、1日でも早く出世してやろうと思ったという。日本語は単語から覚え、ノートにローマ字で発音を書き、ブルガリア語で平気して半年ほど経過して日常会話ができるようになった。部屋近くの公衆電話で、 国際電話を故郷にかけると1000円のテレホンカードを1分で使い切ってしまうため、新弟子時代はほとんど故郷に電話しなかった。入門当初から頭角を表し、初土俵からわずか8場所のスピード出世で2004年5月場所に新十両昇進。この間は負け越しは愚か3敗以上を喫することさえなかった。2003年2月に右膝をあだっきゅうし、 三月場所直前までギプスで幹部を固めて松葉杖をついている状況であったが、当時の部屋のルールで三段目以上でないと携帯電話、自転車、パソコンの所持が許されなかったため、序二段に昇進した三月場所はそれらを目当てに強行出場した。十両2場所目の同年、七月場所では十三勝を挙げて十両優勝を果たし、わずか2場所で十両を通過して、場所後の同年、 9月場所に新入幕を果たした。入幕2場所目で11勝を挙げて、自身初の3勝を獲得、さらにそこから2場所後の2005年3月場所では早くも、新三役となったが、この場所は4勝11敗と上位の壁に大きく、跳ね返され、自身初の負け越しとなった。2005年7月場所で小結びに復帰すると、8日目に、当時4場所連続優勝中で、 春場所から24連勝中だった朝昇龍を破り、千秋楽まで2敗の相星で、朝昇龍との優勝争いを展開するも、千秋楽で、極度の緊張から自分を見失いっけなく、黒星を喫し、後に朝昇龍が勝利したため優勝を逃した。それでも12勝3敗の好成績を残して、自身初の四勲章を獲得。翌2千五年九月場所には、 関脇昇進を果たし、それまで、大砲、千代の富士が持っていた、年6場所制における新関脇けでの初日からの、連勝記録を大幅に上回る12連勝の、新記録を樹立した。しかし13日目、朝昇流に敗れ連勝はストップ。その翌日の14日目には、当時全頭16枚目ながら、優勝争いに加わっていた木勢の里にあっけなく敗れ、12、 連勝の後に連敗。先週楽は、大関千代大会に勝って13勝2敗の成績とし、先場所果たせなかった朝昌龍との優勝決定戦に持ち込んだが13日目の本割に続いて敗戦、史上最速での初優勝はならなかった。しかし、史上一位体となる親戚分けでの13勝を挙げ、自身2度目の関東賞を獲得。翌、 11月場所は早くも大関取りをかける場所となった。大関挑戦の場所となった翌十11月場所は初日書き添えに敗れたものの、横綱朝青龍と大関千代大会を破り11勝4敗の成績を上げ、主君賞と関東賞を受賞。三役での直近三場所合計36勝を文句なしの好成績で場所後に大関昇進。 佐渡が学部屋では1981年に昇進したこと風以来の大関であり、外国人では史上5人目。入門からわずか19場所での大関昇進は、年の区場所が定着した1958年以降では、幕下付けでを除き史上最速であった。大関昇進伝達式においては、これは同場所中に、こと桜が65歳の定年を迎え、規定により、 佐渡が学部屋の力士が、千秋楽まで土俵に上がれるようにするために、琴の若が引退して部屋を継承したことに対して、協会側が配慮したものである。ちなみに、琴の若はいわゆる、向こう入り婚のため、琴桜は退職後も亡くなる直前まで部屋での稽古に、顔を出していた。伝達式での工場は、大関の名に恥じぬように稽古に精進しますと述べた。当時はまだ、 日本語に自信がなかったため、ことの和歌が、ローマ字で書いてくれたものを覚えたという。新大関の2006年1月場所は、初日に、露法に敗れたが、順調に白星を積み上げていき、一時は、優勝争いにも加わったが終盤に、負けが込み、10勝5敗とまずまずの成績だった。幕内10場所目で、大関2場所目だった翌、3月場所は、 直前の稽古で右膝を痛め、一時は出場すら、危ぶまれたが、本人の意志で何とか出場にこぎつけ、9勝6敗と、勝ち越した。翌、5月場所も、右膝と、右足首が感知せず、負け越しが危ぶまれたが、仙台師匠の激励を受けて先週楽にろうじて、勝ち越し、8勝7敗で取り終えた。次の7月場所も一勝二敗から5連勝し、六勝二敗とした、ものの、 そこから崩れて再び負け越しの危機に直面したが、またしても先週楽に勝ち越して8勝7敗。その次の9月場所は、序盤3連勝の高スタートを切ったが、中盤の3連敗が響いて10勝5敗に終わっている。場所後の2006年9月27日、成績が伸び悩んでいたため、より良い画数を考え、古都欧州から古都欧州に仕込めを解明した。その解明後の翌 11月場所は序盤3減少したものの中盤での取りこぼしが響いて結局10勝5敗だった。2007年1月場所は稀勢の里戦において大関であるにもかかわらず立ち合いの変化で勝利を収めたため国技館内からブーイングが起こった。2007年5月場所は中日に7勝1敗だったが終盤崩れて9勝6敗であった。二千七年九月場所では 新入幕の後営道の活躍で、大関という立場では、対戦があるはずの大関、千代大会、横綱、白鵬との取り組みが外されてしまった。さらに、横綱、朝青竜、大関、海王が休場、大関、琴光月が、同部屋所属のため、大関なのに、大関以上との対戦がないという事態となった。加えて、そのような事態にもかかわらず、 海力士に大きく取りこぼし、8勝7敗に終わった。翌、11月場所には、膝の古傷を痛めて、7日目に、力士人生で、初めての不戦敗、途中休場となる。そのため、2007年は一度も2桁勝利を上げることが、できなかった。解明の効果が全く出ていない状態が続き、大関に上げない方が良かったのではという声も囁かれていた。 翌2008年1月場所は初の大関角番となったが、9勝6敗と勝ち越し、角番を脱出した。3月場所では4日目の取り組みの際、左上腕部を負傷したため、9日目から通算2度目の球場に追い込まれ、悔しさのあまり思わず涙した。大関に上がるまでは強烈な引き付けや投げを武器に優勝争いに加わる等の活躍を見せていたが、 大関昇進後は怪我とそれに伴う大関陥落に対する精神的な重圧から一転して昇進を持て余すようなスケールの小さい取り口となった。こと桜は生前この不振を技術的なことよりも精神的なことだよねと語っていた。また、こと欧州自身も大関時代はプレッシャーに押しつぶされ、そうになり神経質になりすぎていたこともあったと引退後に10回している。 2008年5月場所、北の海理事長から天皇支配を授与されることをしうところが、体重を5キロ増やして臨んだ2008年5月場所では、初日から絶好調をキープし、8連勝で角ド番を脱出。さらに11日目、12日目と朝昇龍と白鵬の両横綱に、寄り切りで勝利し、優勝目前となる。翌13日目は、苦手の網二式に対し、 一方的に押し出しで破れてしまったものの、援護射撃で同部屋の先輩を大関、琴光が白鵬を寄り倒しで破りに佐とし、さらにその直後には佐昇流が海王に、上手出し投げで破れて4敗目を喫したため、優勝圏外に去った。そして翌14日目は、平成差を取り戻し、天を送り倒しで破り初優勝を決めた。千秋楽の千代大会戦にも寄り切りで勝利し、 最終的には14勝1敗の好成績でヨーロッパ出身力士として史上初となる自身念願の幕内最高優勝を果たした。来日していた父とは花道で大泣きして抱き合い、場所後は温泉宿などで久しぶりに一緒の時間を過ごしたという。次の2008年7月場所は本来綱取り場所となるところであったが、 3月場所までは、勝ち越しがやっとだったこともあり、綱というよりは、大関としての進化を問われる場所となった。しかし初日に、苦手の網二式に敗れると、7日目までに3敗を喫し、結局9勝6敗に終わり、綱取りは白紙に戻った。その後の9月場所、11月場所は2場所ともに8勝7敗で、先週楽で勝ち越してはいるが、 優勝した時の強さが全く見られない取り口となった。2009年1月場所は中日までを7勝1敗と、し、一時は優勝争いにも加わったが、後半失速し、結局10勝5敗に終わった。第33回日本大相撲トーナメントでは、決勝戦まで勝ち進んだものの、決勝では白鵬に敗れ、優勝同点だった。翌、3月場所も10勝5敗。 大関昇進後では14場所ぶりの連続2桁勝利となった。5月場所は9勝6敗で大関初の3場所連続2桁勝利はならなかったが、14日目に33連勝中の白鵬の連勝記録を止めて存在感を示した。場所後の6月には佐渡ヶ岳部屋、次の7月場所前には1日50番近い傾向をこなしたことが実り、 7月場所では10連勝とし11日目に、千代大会に敗れたものの、当時1敗だったこと三月が全勝の白鵬を破り、再び優勝争いのトップを守った。注目された13日目の白鵬との1敗同士の、直接対決では完敗、優勝争いから一歩後退する。翌日の14日目には、朝昇龍、千秋楽には春馬富士を破り逆転優勝への、 望みをつないだが、先週楽に白鵬が朝青龍に勝利したため優勝決定戦に持ち込むことはできなかった。それでも最終的には13勝2敗の好成績を上げ、久々に優勝争いを大きく盛り上げた。翌9月場所は初日から6連勝したものの7日目に各竜に敗れると10日目から5連敗を喫して9勝6敗に終わった。 11月場所は9日目までいっぱいを保持し、優勝争いに加わっていたが、9月場所同様、10日目で、海洋に敗れてからは失速して10勝5敗に止まった。2010年1月場所は9勝6敗、3月場所は躍進するバルトに、万全の相撲で敗れるなどして、10勝5敗に終わる。五月場所は、千秋楽の結び前の一番、大関、海洋に右上手を許し寄り切りで敗れ、 海洋に大相撲史上二人目の通算戦勝の大記録を達成させる黒星を喫し、9勝6敗に終わる。翌、7月場所は初日から7連勝と、好スタートを切ったが、中日に校長の各流に敗れると、後半またも失速し10勝5敗に止まった。9月場所は2009年7月場所以来となる、中日での勝ち越しを決め、横綱、白鵬を、 おう一番手として期待されたが、9日目に、苦手の網二式に敗れると、11日目から4、連敗を喫して失速。結局、7月場所同様、10勝5敗に止まった。11月場所は5日目までに3敗を喫し、その後6連勝して11日目に勝ち越しを決めたが、終盤4連敗を喫し8勝7敗に終わった。二千十一年一月場所は9日目まで八勝一敗と、 し、一時白鵬に星一つ差であったが、終盤に失速して10勝5敗に止まった。しかし、大関陣の中では、唯一の二桁勝利であった。5月に両親差場所は、序盤から不調で、9日目に古傷を悪化させたことも、あって11日目から休場した。これで幕内初優勝の2008年5月場所から、続いた連続勝ち越し記録は17場所でストップ。 翌、7月場所は3度目の大関角番だったが、10日目に、海洋を下し8勝2敗と勝ち越して、角番を脱出した。しかし11日目以降は1勝のみで、結局9勝6敗に終わった。9月場所は5月技量審査場所と同様に序盤から1勝5敗と、不調で、右膝と右肘を負傷したこともあり7日目から、途中休場。 しかし場所後の明治神宮霊祭方式全日本、力士選手権大会には出場し、決勝でバルトを破って2005年以来6年ぶり2回目の優勝を果たした。11月場所は4度目の大関角ド番だったが、11日目に角ド番を脱出し9勝6敗。2012年1月場所では2010年9月場所以来の初日からの6連勝と、コースタートを切り、13日目に、 横綱、白鵬を13場所ぶりに、寄り切りで破った。最終的には10勝5敗と2011年、1月場所以来の2桁勝利を挙げた。5月場所14日目、同場所平幕優勝を果たした極天砲戦で、右側根骨人帯を損傷したため、千秋楽の土地王山戦を休場し、3月場所に続き8勝7敗に終わった。この不戦敗で四敗力士の優勝が消滅し、 館内からはブーイングが起こり、理事長の教会挨拶では、こと欧州に対する異例の名指し非難と謝罪があった。怪我が感知しない中で、強行出場をした翌、7月場所は12日目に勝ち越しを決め、先週楽に、稀勢の里を破り九勝6敗で終えた。2012年9月場所5日目、苦手の豊野島戦で救い投げで破れた際右肩を痛め、翌6日目より、途中休場。 11月場所は自身5度目の角番となったが、11日目に、2013年1月場所は序盤に3連敗したが12日目に、横綱、白鵬に連勝するなど、存在感を見せ、先週楽に、稀勢の里を上手投げで下し、最終的には10勝5敗と1年ぶりの2桁勝利で、取り終えた。しかし、3月場所は、 場所前から痛めていた左肘の負傷が悪化し5日目で1勝4敗と、ゼフ不調。左肘関節外側側副靭体損傷により、翌6日目から途中休場した。翌5月場所は6回目の角ド番を迎えることになった。同場所は初日から4連勝したが、肘や膝の痛みに苦しみ、先週楽に各僚を送り出して8勝7敗と、 かろうじて角番を脱した。2013年7月場所は14場所ぶりに9日目で、早々勝ち越し、10日目まで9勝1敗と、優勝争いに加わったが、その後の横綱、大関戦は全敗を喫し、終盤後連敗の9勝6敗に終わった。翌、9月場所は、初日から4連勝したが、5日目合栄堂に、上手投げで敗れた際に、左太もも裏を負傷し、 7日目から途中休場。翌11月場所は2013年5月場所以来7度目のカド番を迎えた。しかし一勝一敗で迎えた同場所の3日目、昇降山戦で左肩を負傷し、左検査関節脱臼で全治4週間の診断により4日目から途中休場。その後同場所9日目の時点で大関で2場所。 連続負け越しとなり、大関陥落が決定した。2014年1月7日に、日本国籍を取得して、欧州出身力士としては、初となる日本への帰化を果たした。2014年1月場所前の2013年冬、巡業では取り組みを行わず、土俵入りだけの参加としながら、土俵外で思考を踏んで調整する様子が報じられた。 その1月場所では10勝以上を挙げれば、1場所で、大関特例復帰となっていた。序盤戦では4勝1敗と好調だったが、中盤戦で黒星が増え、終盤戦に入った11日目の白鵬戦で5敗目となり絶対絶命に。そして13日目の遠藤戦でついに6敗目を、喫してしまい、大関再昇進はならなかった。十四日目の玉橋戦に勝って、勝ち越しを決めたが、 先週楽の合栄道戦は、敗れて8勝7敗に終わった。2014年3月場所では初日こそ白帽子を上げたが、翌日から10日目の白鵬戦まで9連敗を喫した。1勝9敗で迎えた11日目、左検査関節脱球のため休場。心身の限界を感じて、翌日3月20日に引退を表明した。元、こと式の中村は、体だけで上がってきて、 この試練を乗り越えなければ何も残らず、更新に教えることはない。と、現役続投を進めたが、結局それは叶わなかった。引退会見では涙を見せて、胸の内を語り、思い出の一番として前相撲での取り組みを挙げ、稽古して、強くなって、早く次の場所で試したいと思ってと実会していた。なお、この時点で、こと欧州は、年寄り名跡を所有していなかったが、 大関経験力士が3年の期限付きで日本相撲協会に残留できるという規定を行使し、古都欧州親方として佐渡が学部屋付き親方、会見ではまた指導者としての出発を迎えるにあたり、厳しく教えるだけでなく、競技の面白さや楽しさを教えなくてはダメ。個人ごとの体格や体型によって教えることも変わってくる。 その人にあった教え方をしないとと力説していた。引退相撲、断髪式は2014年10月4日に、両国国技館で行われた。断髪式では、白鵬井岡一華、父ステファンら約350人がハサミを入れ、師匠の佐渡ヶ岳が大井町を切り落とした。12年間皆さんの力を借りて相撲を取ることができました。満員御礼で、 胸が詰まって言葉が出ませんと涙を流した。今後については、できるかできないか話は別だが、部屋を持ちたいと将来的な独立への意欲を見せた。2015年2月12日、年寄り、ナルトを襲名。2017年4月1日に、自身のうちで死二人を連れて、佐渡が学部屋から独立し、ナルト部屋の師匠になった。ヨーロッパ出身力士としては、 初の師匠となった。仙台佐渡が学から大関になったから独立してもいいぞと言われ、それが叶った形となった。来日前に、ブルガリア国立体育大学を休学したが、ブルガリアの大学在籍時の単位数が認められる形で2015年4月に日本体育大学体育学部武道学科第3、学年に編入。同時に日体大相撲部の臨時学生コーチに就任した。 2017年2月、日本相撲協会の業務との両立が難しくなり、日体大を中退。同年3月、日体大は、相撲界での功績を称え、大学独自のシステムで特別に卒業認定し、体育学士号を授与した。部屋を開いてから2020年3月まで、部屋持ちの年寄りとしては最年少であった。1980年代生まれでは、第一号である。 現在は、元、倉庫くらいの嵐親方が、嵐お方が、嵐部屋を継承したため、最年少の座を譲った。2019年1月31日、平野の20歳の三段目力士が未成年の弟弟,弟子に、柔道の締め技をかけるいじめ行為が発覚。三段目力士は同様の行為を同月までに0回行い、被害者の弟弟子は失神したこともあるという。三段目力士は、 いじめ行為を大筋で認め、暫定的に同年1月場所の出場を自粛。教会の柴田山広報部長によると、暴力を受けた弟弟子や保護者は警察に被害届を出す意向はなく、教会に対応を一任している。行為が悪質であったことから三段目力士は2月8日の教会のコンプライアンス委員会の答申によって、引退勧告相当となり、 同日、ナルトは三段目力士の引退届を提出、協会はこれを受理した。ナルトは部屋をロスにしている時間があったことから、監督責任を問われ、3ヶ月の10%減給の処分を受けた。被害者とその両親から、寛大な処分を望むように伝わっているため、三段目力士の実名公表は避けられた。2019年4月にナルトベアを墨田区内の仮住まいから移転。 6月8日に部屋開きが行われ、ナルトは第二の人生がスタートしたと考えに浸った。熱心なスカウト活動で弟子を増やし、5月の新弟子検査では受験者13人のうち6人がナルト部屋だった。同年7月場所ではナルト部屋の同期3人が、序の口で史上初となる3人全勝の優勝決定戦にも連れ込み、友演戦を制した元林が、 ナルトヘア初の優勝力士となった。2012年9月場所で、大関在位数が40場所を迎え、小2式を超える、歴代単独5位の記録となった。2013年5月場所は、大関在位44場所と、北天竜と並び歴代4位大記録となる。2013年7月場所は、大関在位45場所を迎え、北天竜を超え、歴代単独4位となった。 大関在位47場所は、千代大会、海王、高野花に次ぐ4位だった。入門以来、その長身と懐の深さを生かした右4つからの、寄りや、上手投げ、抜群の格闘技センスを生かして、番付を駆け上がり、初土俵から最速となる所要11場所で入幕。2005年11月場所終了後に大関に、昇進した。得意は4つ相撲で、特に、 左上手を取ってからの強烈な投げや寄りが得意であった。左四つでも右上手を取れば十分相撲が取れた。また、懐の深さを生かして、外四つで回しを取って引きつける相撲も得意であった。さらには、相手が二本を刺して、肘を張った状態にもかかわらず通常のように浅い、位置の上手を取って引きつける相撲を見せたこともあり、関野とは自身の対戦経験をもとに、 嘘だろ。これは、まずいと思って一気にがぶったんですよとその相撲ぶりを、証言した。木牲の里のような脇が甘い相手には、立ち合いでもろ差しにしての速攻の相撲をもとる。上半身の力は、横綱級と評される一方で、総じてプレッシャーに弱いところが弱点とされていた。自身の精神面や体調に左右されすぎる面があり、調子が良い時には横綱をも任すが、 悪い時には平幕にもあっさり負ける面があった。大関昇進時には、土地あずまと共に、当時無敵だった横綱朝昇竜と互角に渡り合える、力士として優勝、綱取りを期待されていた。その腕が長い体格ゆえに害して取ったり、腕ひねりといった手繰り技を仕掛けられることが多く、少しの手繰り技であっさりと負けてしまうことが多かった。特に、 海王との対戦でその傾向がよく見られた。何より右膝の不安が不審の主因となっていた。これは2006年3月場所前に朝昇竜との申し合いで痛める以前から慢性的に悪い状況にあり、三段目時代には右膝は脱球を経験している。過去には朝昇竜の相撲スタイルに対して非難をする発言が複数あり、荒々しい相撲に否定的で、 客に対しては、綺麗な相撲を見せるべきであるとの所感を持つ、美観主義者である。ややま太郎など有識者の中には、こと欧州の品格を評価する者も,もいる。欧州連合の旗ヨーグルト、編集右膝と足首の怪我の影響で不本意な相撲が続いていたので、自覚を考えてつけた。カロヤン・ステファノフ・マハヤノフに関するカテゴリありがとうございます。